はい、こんにちは、ドクターベノムです。本日はラウンジをやっていきます。一緒にやるのはディーディ、イギ、ドルフィン、ペニガキ、ウマヅラハギです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日は何をやるかと言いますと、漢字クイズです。やった。なんか一人だけなんかやったとか言ってるやついるけどディーディさん学校行ってません。イギさん中卒です。ドルフィン学校行ってません。ペニガキ学校行ってません。そして私、漢字ができません。ウマヅラさん、兄弟落ちました。7点足りない。7点足りない。7点です。7点しか足りない。なんで学校行ってねえやつらに煽られるんだよ。ということで、やっぱ漢字がね苦手であろう5人と、まあ、兄弟落ちたけど漢字は書けるウマヅラさんと一緒に、漢字テストをやっていきたいと思います。イエーイ、イエーイ。それでは早速いきますよ。第1問、コーヒーに砂糖を入れる。わからん。嘘でしょ、これわかんないやついる。いや、これは難しいのきた。ちなみに私も参加しますけども、おそらく書けません。これはだから砂糖を書くんでね、漢字で。当たり前だろ。糖が書けないな。糖こんな感じだよな。こんな字だったよ。多分糖こんな感じ。うん、こんな字。これできないやついんの。簡単じゃん。これ下。下どうなんこれ、下。こうじゃない？待って、違う気がする。ちょっと待って。当然かい。ドルフィン、ドルフィン見ないで、ドルフィン。見てない。ドルフィンとか一番若いからね。じゃ簡単じゃんとか言わなきゃよかった。ちょっと待って。簡単じゃん。こうかな。カンニング来た。こうだった気がする。おい。カンニング。してないわ。では結果を表示。わかんないけど。デレン。何が。誰が。あれ。ウマヅラハギを基準にしたいと思います。下、うわ、下日じゃねえ。イニンさんとディーディは合ってるね。イニンとディーディが、これ出題ウマヅラじゃないと多分。なんでベルム間違えんだこいつ。私は下が日だと思う。間違えるのおかしい。いやいや、トーってなんか日書きそうじゃん。はい、不一致です。はい、ちゃんと漢字で書いてくださいね、ピンカキさん。そうか、一致するまでか、これ。あ、これ全員揃うまでのやつか。無理だろ。無理だろ。次の問題。梅雨時期はすごい降雨に見舞われている。あ、降雨ね。あ、むずいな。降雨すごい。降雨。あ、すごいは大丈夫なのか。いや、すごいは大丈夫です。すごい漢字で書けないわ。降雨を書いてください。いや、うは分かるね。ペンガワが降雨って意味分かる、そもそも。待ってね、分かるんだよ。降る雨でしょ。あ、なるほど。ちなみに私はもう迷ってます。なんか違うな。なんか違うな。どうだっけ、なんかあれ、うは分かるんだよ。うは分かった。俺もうは分かった。なんか違う。ガチに分かんない。こうだと思う。こうだ。こうか。来た。さ、コウを書くためだけにこんなに盛り上がれるのすごいっすよ。なんかうぜーな、兄弟落ちしてんのかよ。兄弟落ち。はい、結果を表示します。どうでしょうか。イリンさん。あれ、いや、ガチで、いやでもさ、ちょっと似てるじゃん、形。シノみたいな字書いてるじゃん。俺とドルピンとウマヅラが正解じゃない。待って、こう、ぼ、線出るの。ディーディーもちょっと違う。いや、ディーディーも違う。ディーディーはこれなんか上飛び出てないよね。おい、ペン焼きお前もうやめろ、もうこれ。ペン焼き高い雨。ペン焼き。そうだろ。いや、だから本当に漢字わかんないの。イギーに至ってはなんか難しい字書いてるし、なんかよく分かんない。何それ。いや、なんかね、こういう字みたいな。それなって言っていろいろ書いてたらこうだった。ウィッチです。終わんない。これ以上終わんないって。意義あり。あ、ね。絶対無理じゃん。これは書ける。だってみんなね。逆転裁判やったことあるでしょ。世代。ジェネギャスよ。ジェネギャスよ。ガキさんは多分知らないっす。さあ、意義ありです。これ意義ありは多分書ける気がする。意はわかる。こうさ、なんかさ、書いてるとさ、ゲシュタルト崩壊してくんだよね。どういうこと？ゲシュタルト崩壊がわかんない。いや、なんかずっと同じもの見てると、あれこれ合ってるかなみたいな。ん？なんか、あれ、ちょっと待って、なんか変だ。義が変だ。もう崩壊してるじゃん。今2名っすよ。ちょっと待ってくださいね。あ、待って、やばい。あ、まずい。あ、まずい、これ。俺、今そうなってる、今俺。こうじゃない？これここあるんだっけ？あ、待って、わかんない。ちょっと待って、ここ。おドルフィンさんわからない感じきた。いや、わかるけど、もう一本あったかどうかがわかんない。する、あった気がする。
あのお二方、お二方誰でしょうか。ちょっと待って今、いや今ね、あのかけ直したら、かけ直したら分かんなくなっちゃった。本当にギが分かんないんだよ。イは分かったんだ。イは分かった。ギってどうだっけ。汚いから。どういうギなの。ペンヤキさんあれっすよ、あの義理の義っすよ、義理の義、義理チョコの義っすよ。義理の義ではないっすね。義理の義ではないの。あ、違うんだ。違うの。ん、ちょっと待って、なんか不穏な、え、不穏なこと言われたんだけど今。意義、意義ありの意義だよね。本当に分かんなくなった、うん、俺も間違えたかも。え、普通に意義ありだよね。あ、多分間違えてる。意義の意間違えた、普通に。あ、ベノさん多分同じ感じ書いてそう。え、そう、それはあの、あの意味があるとかそういうのじゃなくて、うるせえな、こうなる意見がありますよみたいな。黙ってろ。え、まずいまずいまずい、待って待って、まずい。あの、あのお二方まだでしょうか。じゃあ、なんか俺いっぱい書いちゃって分かんなくなっちゃった。無理だって、もういっぱい書いて、無理だよ。え、一回かけたのよ。ここまでやって無理なら無理だって。一回かけたのに。俺も絶対間違えてる。意義の意がね、俺も絶対間違えてる。あの、異なるじゃない方書いちゃったの。いや、俺もそうなんだよ。あれ、待って、言う意義の方書いちゃった。おせーな。いや、ちょ、待って待って待って。え、もう揃わねえんだから、いいよ。いや、もうそうだ、揃わねえんだ、そうだ。てん、あ、しかも、やっぱ精一本足りなかった。こっちの方が多数派っすよ。なんか多数派。こっちの方が多数派。上面でしょ、合わせに来いって。ピンガキ。ピンガキが変な字書いてます、もう。履歴。何これ、歴みたいな。異歴みたいな感じ。フィッチです。絶対そのわけがしない。終わってる。ちなみに、小学6年生の問題なんだけど、これ下げていくことも検討しないといけないよね。注射落ちますよ。ああ、来た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 。これこれ来た、これ来た。え、俺らだってこれ、あの俺たち大好きなゲームに出てくるよこれ。まあ確かにドレッドハンガーで注射。え、ちょっとわからん、もう漢字見ることすべて無理だから。合ってるよなこれ、多分合ってるよね。終わるかこれ。ペニガキ、あの鉄砲バンバンキャラしかやんないから。回答ソフわかるんだよ。ペニガキ、ピンガキ、勉強しないと。黙れよ、黙れよ黙れよ。俺、コウかけたから、一応。待って、シャってどうだっけ。などうだっけ。またこの二人が時間かかってるぞ。こういう感じなんだよ、こういう感じの字で。長えな、ずっとドルフィンよりできねえのかよ。絶対見てていい。待って、これ右どっちだっけ。右どうなんだっけ。お前、でもさ、ちょっと待って、あの多分なんだけど、ペネキもう無理だから、諦めてくれよ。多分合ってないよ、お前は。俺、無理、絶対そのすんなり言えないやつ。したらもうオッケーってレベルだよね今。うん、何時間かかるんだろう普通に。さあ結果を表示。注射どうどうどうですか。あ、惜しかった。ピンガキ惜しい。ピンガキめちゃくちゃ惜しい。いや、もう横行って点入れたらもう注射ですやん。あ、俺横が1本足んねえわ。本当じゃん。あ、じゃあよかった。はい、ウィッチでーす。え、ベルもあんだけ言ってて間違ってんの。クソダサい。クソダサいって、さすがに。背比べ。お、お、これ。クラベ？え、これ、普通に全部書いてもらってもいい？え、送り仮名も含めて書いてください。あー、オッケーオッケー。マジか。背比べ、わかりますか意味。わかるよ。身長でしょ。あ、そう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 。あ、そうそうそう。おー、すごい。そんなことをしてんのか、ウィッチ。いや、東大か、これ。これ東大。いけるいけるいける、マジで。ちなみに俺背比べはわかるよ、ちなみに。おお、これはこれはチャンス。いける、これいけるんじゃない。これであれだよ、外したやつがめちゃくちゃ叩かれる。すいません、送り仮名が微妙ですけども頑張ってから頑張ります。いや、俺もなんかどっちかわかんない。まあ、いいや。え、どっちだ、振り仮名。ああ、どっちだ、振り仮名。確かに送り仮名、振り仮名、振り仮名、送り仮名じゃない。あれ、送り仮名。さああと一人。俺だね。はい、よく考えた。さあどうだ、これいけるか。背比べ、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 背比べ入れないとダメだ。背比べ、あ、背比べ。え、ま、マジで終わってる。送り仮名入れましょうって言ってたのに。ばばー、これ終わんねー。この話聞けないタイプのガキか。背の話に補足があります。むずくね。いやー、これあれが分かんない、ブスが分からん。こんな字だった気がする。お、俺が一番だぜ。いや、このさ1個目のさ右左側が分かんねえんだよな、ちょっと。いや、速は分かる。速も分からん、何も分からんぞ。速の方が簡単だぞ。待って、補足ってどんな字だ。あ、もうペネヒがこうなってる時点でもう分からんって言うから。あ、もう気楽だわ、気楽。これ点いるのか。いや、ベラム点つけた。ちょっと待って、ちょっと待って、合わせに行くよ、そこで。そこで合わせようとする。え、てか、速は漢字あるけど、法とかは漢字あんの？知らないんだけど。漢字あるのってどういうことで。存在します。
まあ、衣変化、示す変化ってことだろう。こうか、そういうこと。俺も同じことで悩んでた今。待って待って、なんて言って、はい、こうじゃない、これ馬じらはぎと合いそう。もうじゃあもう絶対違う、合わないから適当に。君が衣変が何か分かってんのかな。え、衣変でいいですか。衣変か示す変かどっちかだよねって話でしょ、点がつくかどうかって。ですよね、ですよね。私はそこが心配です。示す編は、示す編は神様関連のなんか部首で、衣編はまあなんか身につけるもの系の部首だよね。さあ、どうでしょう。あー、示す編ではない。あれ、ベルム違くね。違うじゃん。そもそもそちなんかサイみたいなこと。てか、右側も違うじゃん。え、なんか違うの。サイじゃないは。サイじゃないよ。知らねえよ。違う。はい、ブブ。何切れてんだよ。はい、ブブ。幕府を開く。あ、これいけるっしょ。幕府、弁書き幕府って知ってるか。鎌倉幕府。あ、そう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 。あ、そう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 、それよ。いや、俺がきつい、これ俺がきつい。いや違うね、いや違うんだっ て, って、もう意味わかんねえだろ。え、使わねえよ日本で。いや、日本でしか使わねえよ。確かに今令和だろ。日本でしか使わねえ。令和え、今令和やぞ。待って、幕府の府がわからん。え、幕、だんだん幕もわからん。府は簡単やって。待って、この、あの、下がなんだか忘れちゃった。え、こんな感じだったんだよな。あ、これか。あ、これだ。え、バク？なんか、鉱爆のバクしか出てこん。いや、まあ、も出てこない。惜しいけど違うよな。出てくんのがすげえわ。ちょっと似てはいるくない？いや、なんかね、もう見慣れすぎてて。え、ふ、幕府の府？幕府の府、こっちか。あ、オッケーオッケーオッケー。幕府の府は分かったけど、バク分かんないわ、結局。会う気しねえ。これ、一生終わんないよ、多分。勉強わかんない子に一生勉強放課後教えて自分の時間取られてる時みたい。あー、幕府惜しい。あー、惜しいな。あ、惜しいな。あー、そういうなんかニョロニョロ必要なんだね。ドロペンやるやん。いや、それはわかるよ。社会で散々やってる。麦布がおる。いいな、なんか自分が知ってる幕と府の漢字で書くのいいな。いや、普通に大阪住んでてもわかんねえ、府なんか。ボヌノ。ボヌノいるって、ボヌノ。相手を敬う。あ、これいけるっしょ。わかんない。これはいける。送り仮名まで書いてください。何だってもう。え、ちょっと待って。え、敬う。ヒント欲しい、ヒント欲しい。あの、形ってわかんない。もう、あー、ゲスタルト崩壊したらもうわからん。もういいや。じゃあもう、あの、意味がそれだったらもう絶対書いてきたいからもういいや。何敬うって。え、ちょっと待って。なんかさ、こういう感じだよね。あ、視聴者わかるでしょ。こういう感じだよね。わかんない。わかってくれ、視聴者。視聴者は伝えたいことがわかるはず。こんな感じだよね。確かに。主だ。こうだわ。で、送り仮名がわからないと。いや、これであってくれ。あ、ごめん、俺が書くの遅かった。で、送り仮名がわからないと。やまうか、まうか、うか。こうかな。さあ、結果を表示。お、お、お、違った。いや、もう、いや、もう、いや、もう無理だ。俺は来てるよ。いや、もう無理だ。待ってる。いや、こういう系かなって思っちゃった。う、やば。うん、やばい。近づいてる。まあ、意味がどちらにせよ違うので。うれう。これ、ペニ書きがわかる。うれうですかないけど、ね。やばい。俺、マジ、背比べ逃したのえぐい。日が暮れる。もう、わが顔寝るって意味わかんねえだろ。俺も送り仮名いるよね。はい。え、でも、暮れるもこんな字だろ。おおおお。一番分かんない。いや、待って、本当に分かんない。最初の草かんぶりしか分からんかった、これ。いや、これは、ペニガキさん、まあ、とりあえずシュシュシュッと書いて、次問題ここまで合ってるな。フィーリングで書こう、フィーリングで。こうか。え、なんか違うな。え、こうか。え、なんか違うな。え、どうせペニガキ分かんないでしょ。どうせ分かんないからいいよって来てんだし。え、すごい、なんか、厳選作業してるみたい、俺ら。でん。うわ、惜しい。俺あ、惜しい、惜しいかも。お、馬ずらぎ、俺ドラビン合ってるよ。俺合ってるよ、それ。ペニガキどうせ合ってないから大丈夫です。え、惜しい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 。結構近いよ。いやいやいや、あの、どうせこっちルだから無理だよ。あ、確かに。本当だわ。リガナ、てか、夕暮れでレがつくじゃん。マジュラハギめっちゃ字綺麗じゃね。てか、ベルもちゃんとまあまあダメじゃない。いや、わかるわけねえだろ。十冊、あ、ここいけるんじゃない。来た。サツだけ。はい。分かる分かる分かる。サツ分かる。え、これさ、なんかベノム君の線の本数気になるな。本数間違いがちだからさ。俺も送ったから。本数間違いがち。え、怖い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 。俺本数分からん。簡単だろ。多かったら違和感あるだろう。漢字のバランス的にこの本数だろうな。いや、俺ちなみにサツは分かるんで、これあってくださいね。お、来た。来た。うわ。正解。やった。
ちなみにこれ10問1までです。あれちょっと待ってください。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 え、馬鳥さん、お前さ、字下手くね、なんか、途切れてない。お前マジで言ってる。お前マジで言ってる。そんだけ。そうそう。ディーディーの感じのなんかバランス感えぐくないこれ。回して書けないんだって、ちょっと。これはどうでしょうか。え、これ10問するまでやんの。え、ほんとに。そうだよ。もう1問一致するぐらいまでやりましょうか。あー、一回一致したくて満足するんだよ。10分の1ですよね。はい、名探偵の推理。あ、危ない危ない危ない。これは簡単です。いや、全然わからん。え、推簡単。簡単だろ。推か、理はわかるんだよ。理は余裕だよ。でも理がわからん。理は簡単だ。なんで、ちょっと待って。どっちも簡単だよ。いや、なんか俺の中でも2種類ある。ん ?2 種類?2種類もない。え、苦しい。助けて。え、苦しい。苦しい。いや、もうダメだ。俺こんな感じ存在しない気がする。いや、視聴者の皆さん、こうですよね。こっち側こうですよね。作りの部分これですよね。あー、物資がわからん。いやー、もうえ、おかしいな。80% できてんのよ、漢字が。あー、もうわからん。今こうじゃね。こんな感じがする。どうですかこれ。あ、来たんじゃない。そんな無理無理無理。なんで水位かけるんだよ逆に。あ、違った、底辺だー。あ、やばい。いや、まず理科違う。イニーさん、おい、イニーも何。いや、あのなんか、あの水ってさ、なんか音読みとりあえずなんか水って入れとけば水って読むのかなと思って水を入れたんですよ。粋な計らいなんですよこれ。粋な計らい。宇宙。 あ、これ粋ってる。お、きとすごい。え、あ、俺やばいかも、俺やばいかも。え、この宇宙刑事ってこれあれやん、なんかあの一回字で書こう。そ、あの、空の宇宙知らん。え、宇宙刑事。他に意味あるの。スペースパイロットでしょ。なにそれ。え、そういうなんか、そういうものがあるの。いや、わからん、いい、宇宙書け。何、宇宙海賊だっているじゃん。あ、そういうノリか。これでしょ、宇宙は、わかるよ。さあ、あ、俺間違えた。ベロさん、ベロ待ってくれ。ペニヨキくん正解ですよ。おい、ナメプして UFO 返したらメロン間違ってる。なんで理系の博士がさ、書けないんだよ。俺、宇宙工学関係ねえよ。ということで、全員終わってです。さまざまな装置を整える。いや、もう絶対無理だよ。絶対無理だろ、これ。装置って機械ってこと、普通に。そう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 。え、そう、わかんねえよ。え、むずいけど、まあ、多分こっちはこうやん。あ、わかった。いや、こんな感じなんだよな。え、血？何？装置？血？何？血って。何言ってんの？血もかも。いや、こんな感じなんだよな。俺まだ一人なんだけど、かけた人数。装置の血ってなんだ？まあ、多分俺らわかんねえから、ペニガキさんもわかんねえ。俺はちゃんとわかってるよ。ペニガキ書きそう。何が？何が？いや、もう漢字書くの諦めてるから。装置の地ってなんだ。え、地は普通に地。いいよ。地は地だよ。ちなみに、俺もこれ装置わかんないから、普通にもう、あの、捨てたよ、この問題。あー、置くんだ。あ、しかも、層が間違ってるし。あー、俺ちょっと違う。バロスベ。あー、俺ちょっと違うわ。あー、リリ惜しいね。うわ、難しいね、漢字ってやっぱり。意外と漢字わかるんだな。お前、実際こっそり学校行ってる？綺麗な姿。お、これいけるっしょ。わからねー。ちょっと待って。もうなる。どんな字だっけ。え、めっちゃ簡単やん。え、これは姿？姿って何？これ一番の簡単だろ。いや、簡単じゃねえから。なめんな。え、こんな字じゃなかったっけ？姿、あ、こんな感じじゃない？お、お、できる！漢字が完成する！こうじゃない？え、漢字完成したんじゃないこれ。書いてみたら意外とできるくね。これね、どうせね、視聴者バカだなって言ってみたけど、お前らも書けねえから。出るよ。急に強気だった。あと一人誰だよ。こうだ。誰一人。多分もうどうせ無理。どうせ無理だから。俺自信あるぞ。なんかいろいろぐちゃぐちゃになる。本当だ。うろ覚えやねん俺。潮風の。これいけるっしょ。おお、いける。いけるいけるいける。これいけます。これいけます。潮風多分ね、潮風勘違いしてる気がするんだよね、ピンガキは。これいける。俺今日あれだぜ、浴びてきた。ボルトウィンドウ。これ、いや、そうだよな。そうだよな。絶対そうだよな。任して。俺これかけるぞ、多分。いや、余裕や、これは、さすがに。え、これ、え、馬さん、これって難しい方だよな。いや、そうじゃない。
どういうこと？難しい方って？いや、だペネキは簡単な方で勘違いしてるよね、これ。あの引き潮、満ち潮みたいな潮の方に。あ、そうそうそう。これや、来たー。ソルトじゃないよ。ペネキミスってるぞ。でれん、ソルトないです。はいはいはい、やっぱり。やっぱりね、ペネキ以外は分かってると。あっちでかくない。惜しいなぁ。晴れ、下がる。あ、これいったよ。これ、イージーミー。ん、ちょっと待って、俺分かんないよ、俺。こんな感じじゃない？あ、いや、重いになった。重いになっちゃった。やばい。あの、棒の数がさ、棒の数じゃない？これ。え、どっちだ？今、俺、棒の数で戦ってる。いや、こっちだ。ファイナルアンサー。いやいや、簡単です。晴れる？こうじゃない？あ、分かんない。違う、なんか重いに見えてくる。え、棒の数で戦ってんの俺しかいないの？いや、まあ、わかるよ、言いたいこと。何、棒の数ってくれた。そんな問題なの？あ、ペンガキのこのフィールドに到達してない。諦めですね。俺一個上に進んでて安心したわ。いや、どうせペンガキかけないから、これ多分。そうだよ。なんか、重いになるんだよな、なんか。重い。あ、確かに似てるかも。あれだろうな。似てはいる。田になってんだろ。田んぼの田でしょ？バカだな。こうか。あの、それすらわからんよ、止める。あはは、横たらね。よかったてたよかった、取れる気あってなくて取れる、いや、ってわけないだろ垂れ下がるですらない垂れ下がるなのにルを、ルを追加してる胸か胸が高鳴る胸え、ちょっとむずいな何胸胸なんだそりゃいや、わかもう、もういいや、もういいや覚えてるこんな字やった気がするけどいや、なんか違うな胸でしょ下ねきた。わかんない。なんだっけ。いいや、これで。わかんない。大胸筋の強だぞ。曲がらん。曲がらん。左わかった。左わかった。じゃあ左じゃねえよ。右だわ。お、いけるぞ。頑張れ。左わかんだよ。普通にわかんない、これ。え、両方わかってなかったね、じゃあさっきまで。ダメだ。そうだよ。絶対無理だ、これ。あ、俺足んねえわ、多分。あ、下が足んねえやっぱ。僕じゃねえかよ、それお前。遠いさ、手じゃないか。ちゃうわ。あ、イリン、お前。イリンさん、あの、肉好きです、さすがに。お前、ソウルピーも違う。それ。樹木はい、樹木です。樹木って何あ、これは分かる。はいはいはい、みんなもううんこ書いて提出で大丈夫です。終わりだ。樹木が何か分かってないね、やばい。木そう。ペンガキ、実は頭いい。あ、こうじゃねこうじゃね樹木の樹。あ、なんか、なら木は分かったらいけるくねこれ。待て、なら木は分かるんだよ。いや、木分かんねえ。ちなみにこ の樹木の樹なんですけどこの前あのニート部学力テストで出来お子さん間違えて書いてました、はい、間違えてましたねあそうだちょっと時間かかりそうだから水汲んでくるねおあいつエグいってめちゃくちゃ見かけて終わらせようぜうんインゲンさん今井戸の水汲みに行ってるから今井戸の水さてさてあ帰ってきたさあディリがあなんか違うペンガキも違うあーまあまあよかったなんかちょっと違う惜しくいちこれ、あの、一周しました。ということで、終了しまして、もうちょっとね、簡単な。ああ、さすがにね。俺、覚えてるの4年生くらいまでだから、3年生なら余裕だよ。ああ、いったな。4年生の漢字。いけんじゃない、それは。いいじゃん。4年までは覚えてるらしい。4はうろ覚えかもしんない。では、参加してください。あ、俺、やんなくていいやつだ、これ。金貨の貨を書いてください。これだな。金貨はわかるよ、さすがに。いややっぱね金貨とかねゲームに出てきそうだもんねゲームで覚えてるえこんなやった気がするおお回答が出揃いました回答オープンおお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 おいやだから4年生覚えてんだってこれも10も余裕っすわここから連続9もちなみにデノムさん書けるんですかこれはい書けますよそれはねもちろんうるせえな黙ってやってろよ児童会の字を書いてください。え、やばい。字？あれ、何本だこれ。あ、これか。あ、1だっけ2だっけどっちだっけ何本って4本じゃないじゃん。4? まぁ。え、4本。え、待って。あ、俺の知ってるやつじゃないかも。回答オープン。待って、それ自動化の方じゃないあ、よかった。合ってたわ。あ、合ってた。この火のとこ。あ、俺間違えた。あ、俺とドルピンがおかしい。リリさん？リリ君おかしくなくね？ドルピンはまあまあまあギリセーフ。いや、俺じゃあおかしい。じゃあおかしくない。ディディさんくっつけに行ってる。ディディはもうなんか。いや、俺くっつけてないもん。ドルフィン、お前。いや、俺くっつけてないもん。お前、どうして行ってるもん。お前、先に落ちてるもん。おい、意義ありだぞ。おい、これ、お前、サービスだからな、お前。いや、これちゃんと血分けてるって、俺。意義って言ってないって。
ついてる。味読んでるよ。はい。パンを焼くの焼くを書いてください。これジジ無理無理。あ、え、焼く書けないわ。え、こんな字だったよ確か。よかった出題者で楽。こんな字だよ。俺もそっち側行きたいわ。確かに今もういや楽なのに。え、ベイガキ正解わかるのそれ出題者だったら。いや、わかるわけないじゃん。あれこんなんだっけ。出題者一番頭よくないとダメじゃん。線2本だっけ。1本だって見やすいけど。頼む、どこに、こんな字だってくれ。時間制限ありますよ。どうあれベイガキさん。いや、惜しい。ひどい。いいな、惜しくないかな。惜しいな、これ、うん、あ、そうだ。ピニガキはさ、逆にさ、その字が出てきて焼くって読むの。読むよ。それにクって書いてあって焼くって読まないだろ。さあ今のところウマヅラドルピンインギンが30ポイント、ディディペンガキが20ポイント。特別の特を書いてください。あー、いけるやん。いけるわ。簡単。特級呪物の特ですね。丁寧に書こう。あ、ね、書ケチつけられるから。あ、回答が揃いました。合ってる合ってる。みんな合ったんじゃないの。合ってる。おお、字のバランスは気にするなよ。ちょっと、いやもう、あれっすね、呪術回戦読んでれば学校行かなくていいんですよ。あ、ほんとだよ、呪術回戦飲んでる、飲んでるじゃねえ。飲んでる。いや、でもこのレベルになると学校行った方がいい。録音するの録を書いてください。俺ら、まあ、はい、普段録画してますからね。俺、出てる。おい、見るな。サブモニター見るんじゃねえ。あ、俺、サブモニターに書いてあるわ、録画するって。ちょっと待って、ジョルビーさん、サブモニター持って金持ちじゃねえか。おいおい、これカンニングじゃねえか。カンニングです、ドルピン不正解で。いや、ちょ、それも分かってたしな、俺。レイクさん、早く書いてください、分かってないでしょ、お前。お前よしよしよし。どうだっけなぁ。いつも録画提出しないから。あ、何その金、何その金。金が欲しい。金が終わってる。どっちかよ、お前。なんでそっちなんだよ。金編書けねえのかよ。え、もう書いてるくね。金出てないよ。新しい漢字生み出してる。間違い探しもできねえのか。風景の景を書いてください。あ、いける。なんて風景景色ってこと。え、やばい、俺小学4年生ガチで無双できるかもしんねえ。さあ誰が先に10問正解するのか。ん？んしゃ。お、いけたな。お、みんな正解じゃない。いや、正解か。まあ、みんな正解だね。おお。いや、もう俺らで小学4年生集めて無双しようぜ。分かった、俺ギリギリ負ける。何が楽しいんだよ。俺ら神。数の不足。え、はいはい、これもいけるし。超簡単じゃん。不足え、足りないってことでしょ。ありがとう神様、ありがとう。俺今日から無神論者じゃなくなった。さあ出揃いました、回答オープン。なんか繋がってるやついるな。え、まあちょっと、まあ根元にはくっつかないんだけどね。うるせえなこいつ。だからだからこれ7点足りねえ。7点足りねえくせによ。いきますよ。はい、わかりました。7点足りねえくせに。そうっすよ。使命の死。いや、これ簡単すぎますよ、ベノム氏。そういう感じの詩です。そう、その詩だね。ベノム氏、簡単すぎますよこれは。めちゃくちゃオタクっぽい。おい、インインのが怪しい。いやね、やっぱいいでしょ。危なかったぜ。失敗するのパイを書いてください。え、これちょっと難しいパイだよね。簡単なパイってあんの。簡単なパイって何だ。パイの中では簡単な方だろこれ。これを正解するとウマヅラドルピンインギンがリーチとなります。お、大丈夫な。ピンギン君大丈夫。おいいの。あれでも待てウマヅラギさ、これ上の線さ、これくっついてなくない。貝の中の線上くっついてない。これくっついてないでおかしいよね。おお、俺がくっついてんだろ。いっちゃうもん。これダメです。癖ダメよそんな。いやでも、いやこれちょっとペニガキさんがゴールするまで待とうぜ俺ら。いきます。徒競走のとを書いてください。これもペニガキさんがゴールするまで待とうぜ俺ら。リーチだけど。徒競走だって。俺これ正解しちゃうよ。ベノムさんが点を上げなきゃいいだけだから。あー確かに。あーなるほど、俺は正解しちゃうよ。あれマジか。待って、わかるもんだって。おいや、わかんねえ、どっちだこれ。1本なのか2本なのかここが。
あ、いや。お、あ、よかった。お、よかった。お、おー。いやいや、字の話気にすんだよ。これは、まあ、同率100点がね、2人いるので、継続します。あー、え、どっちかが勝つまで継続そうです。どちらかがミスるまで、健康な体。え、じゃあ俺らもやってみないよ、ビネヒ。え、これ、こっちかが俺らもだって絶対勝てないから、もうやってみないよ。じゃあもう適当にやろう。やれよ。適当にやります。え、でもあれだよ。これ、ウマズラとドルビンが合ってた場合は点数入らないよ。え、なんで待って、それ早く、それ早く言って、お前。早く言ってください、ちょっと忘れちゃった。ここいや、俺、普通になんか変なの書いてないじゃん。ねえ、もう最悪。パスファインダーじゃん。パスファイル。おということで。あええ、俺だけえまあ、俺たちは。100で、100でカンスト。これ多分わかんないだろうな。時点か。わかるよ。おなめんなよ。まあ、なめるとか絶対使ったことないだろ。あるよ。え、合ってるわ、合ってるわ、合ってる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 。おおえお来た、うんうん、おピンガキさんあと10ポイントっすよ。さあ、ピンガキ。もうこっからラスト。あ、これは簡単だ。難しいの、これ。ターンいいの。ターン。余裕です。あー。で、これは、暇人さんが取れなかったやつ。暇人が取れないやつだった。そう。馬ずらはぎは点だわ。まあ、馬ずらはぎもターン取れないかもしんないけどね。よし。でね、さすがにこれは。なんか、絵が追加されてってえ、これ、馬ずらはぎのうんこじゃねえ。おー、ピンガキも。書いてみないのか、でも。10問正解した。じゃあまあ、ラスト問題ですね。難しいのね。正解して気持ちよく終わろう。念のための念を書いて終わりましょう。まあ、ハンターハンターの念ですね。簡単ですね。またジェネギャ。またそんなわかんないこと言わないで。いや、ハンターハンター、ペニガキの世代は多分もうほとんど救済してるから、やってないと同じです。おぉ今俺5。なんかペニガキの実機汚すぎだろ。潰れすぎ。みたい。ということで、全員正解でございます。よし、じゃあ最後に行こう。何クイズ何クイズ。こちらはアニメのタイトル漢字クイズでございます。おお、ね、ワンピース。約束のネバーランド。約束を書いてください。約束どんなんだっけ。約束ってやばい、俺役がや負けたくない。俺ここで今更に負けたくない。いや、これはまあ真剣に10ポイント選手に10問選手ですね。100点ね。え、ここに1本必要なのか教えてくれ、ひまじいさん。いや、これワンチャンさ、なんか変な感じ出てきたら全然僕も間違える可能性あるな。これだ、1本足した。約束はこれ。いや、足さなかった。おっ、待て、ペニガキがこれで。足さなかったよ。 OK で、ペニガキ合ってんじゃない。ドルピン OK で、ウマザ OK で、イニーさんが、イニーさんが謎の字を書いていて、いや、これ1本足すか足さないか悩んだんだよ、マジで。ピンポピンポーン。あー、高まきゃよかった。危ねえ、ギリ。日常。おー、いいね。日常。日常日常って普通に日常ってこと？日常っていうアニメがあるの。あ、日常っていうアニメもう知らない世代が。いや、普通に日常。俺知ってるのになんでお前知らないの？確かにリーリー知ってんだった。ウマヅラも知ってるよな。俺の知ってる日常これしかない。え、ちなみにあれだよ、普通の難しい方の日常だよ。あ、え、そうなの？簡単な日常とか難しい日常とかあんの？え？悩んでる。わかんない。いいやもう。なんか俺。日常。ああ、よかった。似合ってるよな。普通に不安だった。え、なんか難しい方の日常って意味わかんない。何難しい日常。さあ、今のところイニーさんだけが1ポイント遅れている。で遅れてるね。あの1001本で俺は。畜生。うわー、むずむずくねえわ全然。反逆のルルーシュ。え、なんていうこれ、なんてアニメなの。コードギアス。簡単なやつ。なんかアニメのタイトルだとさ、意味が違うかもしれないから。確かになんか変な感じくる可能性あるよね。そう、鬼滅の刃とか意味わかんなくない。あんな当て字やん。え、それな。いや、もう鬼を滅するだから。いや、当て字じゃなくないか。別にわかるだろあれは。反逆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 。おい、誰も俺の場所に降りて聞くんねえな。いねえよ。働く細胞。あ、細胞ね。え、棒。いやー待って、棒がわからん。さっき書いてたじゃん。ドルピンがさっき書いてた。ドルピンが間違えて書いてた。胸かなんか書くときに書いてた。ほう。待って、なら次にどんな。え、ってことはこれか。ああ多分これじゃね。あいつどんなんだっけ。これに多分これや。ドルピンあれや。さあ、俺ドルピンのやつ思い出したわ。来た来た来た。オッケーオッケー。こっちです。
おおお、全員正解か？あれなんかペ、ね、なんかペネヒメがさ、字来たのにさ、あの、いい、あの、指名、指名法になってる、指名法。バランス悪い。いや、合ってるから。来た。なんでタと月で繋がるの？誰も間違えねえな、マジで。むずいよ。誰も間違えませんね。あ、来た。鬼滅の刃。わかんねえよ、あいつも。え、今言ってたやん、さっきまで。わかんない、じゃあ鬼滅の字がわかんねえんだよ。細かい形が。滅がね、むずい気がする。滅はむずいっすね。あ、そういうことか。え、こんな字じゃなかった。呪術廻戦とか来ないかな。いや、かけるかけるわ。やばい。え、でも呪術廻戦かけるよ、俺、普通に。こうで合ってるかな。字が小せえ。あ、俺1本足りなかった。おっ、上に棒がいるんすよ。あ、ピンガキさん、ムーがないっす。あ、DD が。あ、一本足りなかった。あ、鬼のムがない。な、鬼も変だわ。あの、ディディ多分火の上に棒がない。合ってる。いや、間違ってるよ、お前の。お、でもドルピンと僕の一騎打ちになった。またかよ。いや、もうまた、なんかもう、また足の引っ張り合い始まるわ。でも、ディディとピンガキが足の引っ張り合いとか、存在しないようこそ。ようこそ、ようこそ。え、まぁ、術回転来たら勝てる。来るな。ベベン。ジョジョの奇妙な冒険。あ、来たー。オッケー。これペネかけないんで、ここで、1点差つきます。そうっすね。奇妙の妙ってどんな字？木はわかるよ。え、木はわかる。え、待って、確かに妙。え、でも変はこれだった。あ、ウマヅラが先に抜けてしまうのか。なんで、え、でも結構簡単だよな。え、こうじゃね？え、多分こうだよ。まあ、形としては簡単だよ。奇妙って、あの、奇妙の妙ですね。あ、そう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 。ならわかるわ。これでしょ、多分。これじゃね。当たった。当てた。お、お、みんな正解じゃない。みんな正解じゃない。ペニガキ形が。いや、もううるせえうるせえ、ここで G の文句言ってるんだ。暗殺教室。あー、いけるやん。全部全部。あ、はいはい。ほら、暗殺教室ってなんだ。暗殺教室知らないの。え、あの、コロ先生知らない。コロ先生は知ってる。見たことない。あ、それな、それとか。え、殺こなんしたっけ。今日殺はもう分かるやん。今日、あれ、分からん。俺、学校行ってないからさ、教室なんてものがあんのか。室、これ、あれしょ、分からん。小室の室でしょ、小室の室。小室の室。あ、分からん。本当に分かんねえわ、これ。そうそうそう。ちょっと時間が足りないかも、俺。あと30秒あるから大丈夫。小室どんな字だったっけな。あ、これ、時間足りねえ、俺。さあ、時間足りない。時間が足りない。まあ、兄さん、ここで僕らペニガキさんと一歩離れるんじゃないですか。よかった。はあ、イージーイージー。長かったよ。え、もういいよ、もう無理なんだから、どうせ。あ、もう無理だ、間に合わない。暗殺教室。いや、これディーリー間違ってる。なんでだよ。え、間違ってないでしょ。合ってる合ってる合ってるくらい。そう。いや、うぃ、だって、あの、俺さっき微妙に違ってる、思った。本当だ。あ、さっき違う。あ、本当だ。あ、じゃあいいね、2ポイント。あ、本当だ。はい、合ってても正解、正解します。はい、俺と肩並びような。進撃の巨人。あー、余裕ですよ。え、激むずくね。え、やばい、俺あの前ので点数入んないのにこれも点数入んないみたいになりそう。一生入んないよ、お前。あれな、いや、合ってるよ。いや、合ってる合ってる。え、多分合ってるはずだよ、これで。さあ、馬面意外と時間がかかっている。ちょっと違う違う違う、やる、書き間違えた。ウマヅラが一番時間をかけている。マジで間違いかけてる。あ、え、これ合ってる。出る、いけてるよ。え、これ合ってる。違う、俺。あれ、じゃダメじゃん。ペネキ1本足りない、ペネキ1本足りない。ペネキも違うかな。車のところ、車が違うね。いや、おもんな。普通にしょうもねえわ。あ、これ劇って読むんだ。頑張ったやん、頑張った。これ打つくりしでしょ。あー、合ってたかと思って。間違ったかと思った、俺普通に。五等分の花嫁。ちょっとむずいな。嫁がむずいね。嫁、花は、花は、うん、まあ普通に。花はイージーフラワーでしょ。あ、あれでも嫁、嫁、嫁は中わかんない。右側どんなんだっけ。あ、いや、わかるわ。あ、こうだわ。嫁は全員合ってるかな。あ、なんかドルフィンのどうなってんだこれ。え、違う、間違ってないよ。合ってると思う。合ってる合ってる合ってる。なんかイニンのすごいことだって、なんか。いや、合ってる。違う、もう合ってる合ってるか。いいのはさっきの合わせて、ここで。そっか。さあ、並びました。あ、これ同点じゃん。ま、マジで負けてる、ドルピーマスランキング。うん。この素晴らしい世界に祝福を。素晴らしい。お、素晴らしい感じな。
え、やばい。え、俺この巣場結構見てたけど全然覚えてない。素晴らしい。送り仮名含めて書いてください。ちょっとだけ見たことある。え、ほんとに、見てたんじゃないのか。え、待って、送り仮名が分かんない。正解できるのか。待って、送り仮名が分かんない。いや、分かる。ドルピンが正解しないと、ウマヅラハギが優勝になってしまうぞ。俺は入れる。らしい。意義が崩壊してる。意義が、字が崩壊してるんだけど。何それ。一文字かと思っちゃった。俺分かるよ、これ見てたの。あれ、意義置いてかれた。俺、やばい。いやー、俺小4だったら無双できるんだけどな。さあ、同率なのでどちらかが正解するか、瓶書きが100ポイントいくまで続きます。続いて祝福法の方を書いてください。いや、意味わかんねえだろ。なんてだよ。殴り倒すぞ。服、え、服、服の服、服はわかる。え、服、服をこれ、いや、あれ、これ点、点あるのか。いや、それだよな、それだよな。いや、俺はこれで挑むぜ。僕さっき言ったじゃない、衣編は身につけるもの系で、示す編が神様系よ、うん、あ、じゃあつかないよ。いやー、俺それ聞きたかった。ディディマの回答してね。くそー、やったー、くそー、くそー。ありがとう、マサ。俺も今さっき点つけてたから危なかったわ、普通に。回答オープン。俺の負けだ。祝福、間違えませんと。祝福、イニさん以外かな。え、あの、待って、あの、え、そっちつけるの、服につけるの、お前。お前そっちかよ。そう、いや、なんか祝はあれなんだよ、なんか結構。いや、服はつかねえよ、公的なやつですよ、なんかでさ、なんか祝うみたいの書くじゃん。いや、お前服はどう転んでもつかねえよ。きたー、呪術廻戦を漢字で書いてください。これ書ける、書ける、これ書ける。まあ、これ全員が書いて正解で終わりかな。術助けてー。なんでだよ、お前。え、貝は、貝はめちゃくちゃ簡単でしょ。呪術、いや、貝ちょっとだるいぞ。え、ほんと。いや、わかんない、俺からしたら、なんかあんまり見覚えのない感じ。え、もうここわかんないから、ここ出そう。待って、貝呪術廻戦のロゴ真似して書いてたんだよ。貝どういうこと。貝、え、なんかロゴを真似して書いて、なんか写し絵みたいなしてた。あ、違くない。くそ、違う、くそ、それかー。ペニガキ呪廻戦廻戦になってる。スキップされた。くしょー。しかも先輩ちゃんさんいる。ウジョウさんって言った。五条さんついてる。五条さんついてる。五条さんついたら、これプラス1ポイントない、10ポイントない、これ。あの花ですね。僕たちを書いてください。いや、見たことない。全部漢字。見たことない。全部漢字。関係ないから別に。両方漢字だよね。あれ、そうだ。ね、アニメ知識みたいにやめてくんね。あれ、そうだっけ。両方漢字だっけ。これ実は片方ひらがなですよとか言われたら普通に切れるけど、ね。タイトル通りに書いてください。え、タイトル通り、マジか。知らないんだけど。え、ベノムさん一応ググってひらがなかいいのか。え、ダメだ。ああ、今もういいよ、別にいいよ。え、じゃあ俺はひらがなに書ける。いや、俺はちゃんと漢字で書いた。いっぱい線多くてぐっちゃっちゃって、ぐにゃっちゃった。いや、あのね、ここでひらがなで書かないと、うまつらぎに書けないんだよ。ああ、そういうこと。そう、俺はここで書けに出たから。普通に俺、タッチでしてたると崩壊する、今俺。あ、線多いかも。いや、ワンチャンひらがな説置いてるけど。いや、線が足りない。ほんとだ、ほんとだ、足りてない。これ合ってる、俺、合ってた。あ、じゃない。いや、マジか。これもう勝負つかないんで、ラスモにしますか。はい、めっちゃ簡単なの来たりして。無職転生。あ、もう完璧やん、もうベノムさんが書けそうだな。いや、書けたら職あるんだよ、俺ら。無職転生。あ、無職ってそっちの無職。あ、そうだよ、ベノムの方の無職。あ、オッケー。こんな、あ、待って、間違えた。人間クリボンもそうだから。こんな、え、いや、違う。すぎて言い切れない。え、違うけど、もう、書かないと。まあ、転生は陰キャ転生の転生でしょ。これ、転生が変なやつって言ったら悲しいな。あれ、これいいんだよ。これでいいんだよな。待って、時間ない。ショックが分かんない。え、ショック分かんない、ま。待って、時間ない、時間ない。ゲロ、ゲロ、ゲロ。ちょっと待って、本当に打って。
なんでそんなに煽れるの80点で。あ、ディリーが間に合わなかった。あ、出してない俺。あ、押すの忘れた。あ、押すの忘れた俺。なんかいやドミが大変なことになってる。だって何これ。俺かけてたのに、ギケさん書いて、ギケさん書いてたらなくなっちゃった。あんなに煽ってたペニガキもかけてないのかよ。いやこれはマザーさんが正解ということで。ということで、漢字マスターは馬ずらはぎでした。ゆみさん、このメンツで漢字マスター認定されても別になんか。いや、馬さんすごいです。いや、馬さんすごいね。すごい。すごい。本当にすごい。ちょっともう、これから尊敬して敬いますわ。馬ずらはぎだわ、やっぱりな。いや、お前次回の総理大臣。はい。ということで、ジジでーす。ジジー。敬うわけねえだろ、バーカ。7点足りねくせに。え、食いすぎ。これも動画に入れろ、マジで。